中国の旧正月年越し番組、チャイナメディアグループの2024年春番が9日夜から約4時間半にわたり生放送されました。新疆ウイグル自治区のカシュガル市に設けられたサブ会場からは、新疆の独特の文化が存分に味わえるパフォーマンスが届けられました。今年の春晩は北京のメイン会場と遼寧省瀋陽市、陝西省西安市、新疆ウイグル自治区カシュガル市、湖南省長沙市に設けられた4つのサブ会場を結び、豊かな文化的共演で食材の雰囲気を際立たせていました。カシュガルのサブ会場ではウイグル族の女優デリラバ・デルムラットさんやフォーク歌手のオー・コーイさんをはじめ、多くの少数民族出演者が歌と踊りを交えた華麗なパフォーマンスを披露し、春の訪れを告げる熱狂的な雰囲気をアピールしました。古代シルクロードの商業都市で、東西の経済文化と文明の重要な交差点でもあるカシュガルは、悠久の歴史とともに多様な風景と多彩な民族風情にあふれ、数多くの名物グルメも楽しめます。